ごきげんよう、ガラクタヤオルドです。今回はガラクタヤ小話第2話と題して、今流行りに流行ってる鬼滅の刃にちょっと関係する話をしようかなと思います。で、まあ本題に入る前にこの店についてちょっと紹介しましょう。店の名前は横浜公林堂。場所としては横浜の館内駅から歩いて15分ぐらいのところにある店で、 まあ、この店のシステムは、ショーケースを借りて、その中に商品を並べて、で、月末にその売り上げを取りに来るというシステムになります。で、 まあ、去年の12月27日、えっと、母様がですね、半年間溜まった売り上げを取りに行こうとするんですけど、いや、すみません、ちょっと待ってくださいよ。今お金がないんで、ちょっと12月31日にお金を用意するんで、12月31日まで待ってくださいっていう。まるで母様借金取りだな。<laughs> んで、まあ、実際12月31日に売り上げを受け取りに行くついでに鬼滅のフィギュア置いてくるんですよ。ちなみに置いていった時の様子がこんな感じ。まあ、時計見てもらえればわかるんですけど、12時30分ぐらいで、ほぼほぼ午後なんですよ。こっから、あの、どうやっても1日中で売れることって難しいじゃないですか。 ちなみに、ついでに言っておくと、この店、三ヶ日は休むんで、12月の31日が過ぎたら、次の営業日は1月4日なんですよ。まあ、お正月やってないんで、12月の31日、今日中に売らない限りは、しばらくは大丈夫のはずだったんですよ。なんとですね、この後3時間くらいで商品の7割が売れます。 いやー、おかしいだろ、これ。あ、ちなみにあの、鬼滅の刃がすごいからっていうわけじゃないんですよ。いくら鬼滅の刃がすごくても、これ3時間で売るの無理なんで。で、どういうからくりかっていうと、まあ、公林道の店長がね、常連さんに電話するんですよ。で、その常連さんが商品の7割買っていった結果、商品なくなっちゃいました。すいません。補助おなしゃっす、みたいな。そんな感じになっちゃったんですね。 まあ、さすがに、あのー、午前中行って午後も行くなんていうことは無理だったんで、その後なんだかんだ言ってね、1月の5日に補充しました。まあ、そんなこんなで。というわけで、今回は横浜公林堂になんか鬼滅の刃のフィギュアを置きに行ったっていう話でした。実際はもうちょい面白い話のはずなんだけどな。なんか微妙。 というわけで、ガラクタや小話隊には以上になります。ご視聴ありがとうございました。